なんか見たものしか信じませんって人いますよね。じゃあ億万長者がたくさんいること見てるのに信じないんですかね。えそしてなんかこの目に見えてないけどでも信じることってありますよね。例えば iPhone を持って手を離すと落ちること。これ目に見えてないけど引力っていうのを信じてますよね。他にも目に見えてないけど DNA って信じてる人がいたりとか。 火星があることを信じていたりとかねなんか100年前に戦争があったこととかなんか目に見えてないけど信じてますよねじゃあマージャン店を経営しててどうしようもなかった人がなんか億万長者になって隠居してるっていう現実はどうですかね信じれないかもしれないですね、まあ、そもそも信じる信じないっていう論争は昔からあるわけですけども一部の人しかそうならないから信じられないでしょうね で100人が100人ともマージャン店やったら億万長者になるんだったら信じられるんですけどもまあ一人でもねそうならなかった人がいたらリスクがあるとか言い出すしでそもそもやってる人のほとんどがそうならずに一部の人しかうまくいかないからリスクが高いとか言いますけどもうんリスクしかないんじゃないですかね。お腹が空いたって,ってね焼肉食べに行ったら当たってそのままお亡くなりになる子ともいるわけですよ。 お餅食べたとかねお正月に喉に詰まって死ぬ人もいるわけですよ日々リスクですよねそして何もやらなければそのリスクは高まっていくわけですよ、まあ、今みたいな世の中になってくると何もしないことが最もリスクを呼び込むんじゃないかなと何かをやることによって少なくとも新しい何かは見えてきますからね宝くじもその一つビジネスもその一つではないでしょうかいってらっしゃい